はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、クオンの指輪ということで、ハートオブザサンの中編をクリアした際にね、クオンの指輪がもらえたということで、まあ、クオンの指輪ってこういうキャラにおすすめだよ、みたいな話と、まあ、あと最近のキャラクターで、なんかこう、このあたりとかいいよね、みたいな話とか、うん。あと、それ以外にも、視聴者が誰にクオン使うのか聞いてみたんで、まあ、ちょっと今回はそのあたり見ながら喋っていきたいな、というふうに思います。よろしくお願いします。はい。まあ、割と最近のキャラで言うと、ミザくんはね、ゼタに使いましたけど、全然後悔してないね。ゼタとか、例えばおすすめっすけどね。はい。クオンの指輪の性能としては、LB の強化回数がプラス10されて、攻撃力が 10% 上がって、HP が 10% 上がって、ダメ上限が 5% 上がるんですよ。はい。まあ、こんな破格な性能を持ったアイテムが個数限定で配布されるので、まあ、ちょっと無駄なく使いたいっすよね。まあ、好きなキャラに捧げるのもあり。うん、なんだけど、まあ、損しないような使い方をしたいという気持ちを向けた人に、今回のこの動画を送ります。はい。で、まあ、基本的に使うキャラクターとかおすすめに関しては、まず、強化 LB、LB 強化回数上限がプラス10されるっていうことで、まあ、強化が優秀なやつがいっぱいあるやつが結構おすすめできるかなっていう感じ。うん。まあ、例えば属性攻撃力アップとか、クリティカル率アップ LB が4個とか5個とかあるキャラ。うん。まあそういうキャラとかは、まあ結構 LB をそこで3使っちゃうじゃないですか。だからまあそこら辺で3使うって考えると、LB の強化個数が多いやつがおすすめだよねっていう風にもなるし、うん。まあ強化 LB の個数で、まあ優秀な、強化 LB たくさん振りたいな、みたいな場合のキャラクターに使うってのが、まあまず一つの候補かな。あと、まあぶっちゃけて言うと、短期戦キャラに使った方がいいことが多いです。なんでかっていうと、長期戦、まあ高難易度攻略系のキャラだよね。高難易度攻略系のキャラって、ぶっちゃけ、最終的に速度重視っていうよりクリアできるかできないかってなりがちなんだよね。スパバハとかもそうじゃん。スパバハとか、ルシゼロとか、そのあたりとか、まあ天元とかもそうだけど、クリアさえできればよくないですか？最悪。クオン使って、まあ、縮んで5、6秒、10秒、20秒、まあ、もしかしたら30秒、1分縮むかもしんないけど、恩恵としてちょっと実感しづらい部分があるんだよね。それに比べて、LB、攻撃力アップ 10%、ダメージ上限アップ 5% っていうので、短期戦。具体的に言うと、古戦場肉集めとかだよね。うん、そのあたりで、使うキャラクターに指輪を使うと、できないことが純粋にできるようになったりするんですよね。はい。まあ、なので、そこら辺を考えると、まあ、ぶっちゃけ短期戦のキャラに使った方が、恩恵自体はでかかったりします。はい。あとは、短期特化のキャラクターだよね。短期特化。例えば、風属性のリミテッドナルメアとか、バンピーとか、あたりはまあ、割かしわかりやすいかな。攻撃大幅アップが毎回ついてる、みたいな状況の時に、火力を上げたり、ダメ上限を上げたいって時に、まあ、バンピーとか、まあ、このキャラも割と最近のキャラだね。使うの割かしおすすめだし、まあ、あと、ナルメアもね、3ガビ、攻撃大幅アップ1ターンとか、まあ、そういうのを持ってるキャラクターが、まあ、すごい火力を寄せていくみたいな、うん。火力をとんでもなく上げるぜ、みたいな場合においては結構有用だったりしますよね。はい。まあ割合で伸びるので、まあヒット回数とかよりも単純にリザルトだよね。ここら辺のリザルトの、まあリザルトのダメージグラフが一番伸びてるやつに、使いたい。まあ最近は主人公がね、こういう爆伸びしてるシーンが結構あるんで。主人公にクオンを使いたいというのが結構話題としてあるんですけど、うん。そうっすね。なんか最近上がってやってたわ。暇な時。はい。まあそんな感じです。まあクオンの指輪としてはそういうところだな。まあ短期戦。まあもしくは短期特化なキャラクターですね。うん。まあダメージグラフが一番爆伸びするやつ。古戦場の肉集めはできないことができるようになったりするのでおすすめ。みたいなところかな。じゃあちょっとそれを踏まえて最近のキャラクターのおすすめで言うと、まあ、やっぱミザ的にはそうっすね。ハイラーじゃない？ハイラー。まあ、ハイラーは、まあ、こういうキャラも強いね。攻撃大幅アップも持ってるのはもちろんそうなんだけど、まあ、一闇でね、攻撃行動回数が増加するっていう効果があるので、うん。
まあそうやって短期で爆伸びしやすいやつはハイラとかはおすすめできるし、まあゼタもマジで優秀。これゼタ使っといて後悔しないっすね。あとはどうだろう、バンピーも良かったし、イルノートとかもいいんじゃないかな。まあでもイルノートはね、高難易度用というか長期戦用なので、そんなに。まあガブとか、ガブいいね。ガブクオンはねありだと思うよ。まだ使ってないけど使う可能性は十分にある。次の水子洗浄までに使うかもしれないぐらいな、本当にガブはおすすめできるかな。なのでバンピーもいいしっていうところかな。とりあえずそんなところ。まあ結構やっぱクオンの指輪の数って限られてるんで、まあ大体俺はだけど必要になった時に使うパターンが多いっす。うん。まあちょっと取っといて必要になったあの時に使うみたいなのがまあ最近は多いかな。やっぱね結構もうクオンの指輪数増えたんで、うん。まあクオンの指輪は割と必要になったらなシーンではある。俺はもはやね。はい。歴史を感じるクオンの指輪の捧げ先。はい、ということでね、視聴者のクオンの指輪を誰に使うのか見ていきたいなというふうに思います。クオンキャラと理由を聞いてみました。はい、一人目リミサンダル。これもね最近のキャラだよね。リミサンダル推しだからということで、まあ推しだからっていうのももちろんいいと思うし、リミサンダルってターン経過せずに通常攻撃を実行とか、なんか4回攻撃があったりとかして、まあ、結構高難易度で言うと化け物級なので、悪くない選択肢な気がするね、リミサンダル。うん。まあ、こういう最近のキャラに使うって方もいて、バレンタインシンダラ。火力と可愛いので。バレンタインシンダラもね、ありなんですよね。これ短期キャラにもできるっていうタイプのキャラクターなので、まあバレンタインシンダラは、もう全然使う候補先の一人ではある。闇属性で言うとね。で、アラナン、推し、あとヒヒホリで使う。火属性のキャラもね、今だったらパーシバル、ゼタ、アラナン。アラナンがやっぱ、4アビを手に入れてすごい火力が上がったキャラクターなんですけど、まあ、ゼタ、パーとクオン使ってたら、アラナンに使うのもありかもね。まあ、アラナンの4アビのね、乱撃効果とかあって、まあ、アラナン自身はそんなめちゃくちゃなアタッカーって感じじゃないんだけど、まあ、ちょっと4アビが強すぎるな。アラナンもね、候補の一人。まあ、あと10賢者だから、10天衆10賢者はクオン使ってもいいっていう感じだね。やっぱ強化されるからさ、今回の10賢者最終みたいな感じで、10天衆と10賢者はクオン使っても腐りづらいかなっていうような感じはする。うん。ボーマンですね。はい、次、ボーマン。エレシキガール、ブンブン編成の闇キャラに全部クオン入れたいから。まあ、短期系特化の編成にはクオンはマジでね、使っておくと、ダメージが伸びるし、あと、例えばだけど、MVP 戦争王竜、国麒麟、HL とかね。まあ、そういう時の MVP 戦争、ワンターンしか殴れない30連戦とかやる時って、クオンの指輪の差で負けたりするんすよ、結構。うん。だから、まあそういうのにクオンを入れることによるメリット、短期戦にクオンを入れるメリットっていうのは、古戦場の肉集め以外に、そういうところもある。例えばさ、エニアドが、時の流砂集めでエニアドを30連、360連、エニアド360連とかあったじゃないですか、昔。ああいう時とかも、まあクオン入れてる場合は、殴ったら一 MVP 取れたりするんですよね。うん。そういう意味で短期特化のクオンキャラは優秀って感じだね。で、ハイラ。単発で抑えられて、迎えられて運命を感じた。あと、荒回りにも麗しい。まあ、ハイラはね、マジでね、まあ、短期戦にそんなに強いわけじゃないけど、まあ、なんか、個人のアタッカーとしてめっちゃパワー高いから、ハイラクオンはね、ありだと思いますね。はい。カイム。土天元をより安定させたいから、これね、俺、一個、理論があります。私、理論がある。確かに、このあたりすごい悩ましい部分があって、天元ってさ、200万丸ヒットとかあるじゃん。そう。200万丸ヒットとか、150万丸ヒット、100万丸ヒットっていうの最近増えたよね。でさ、190万とかしか出ない土キャラがいるんすよ。しっかり装備、マジでしっかり装備整えないと、火力が200万が微妙に出えへんみたいな、フェイタルチェインで余ダメージが上がってたらギリギリいけるみたいな、そんなね、キャラがいるんですよ。アルルメイヤって言うんですけど、
俺正直土天元だけを見るならアルルメイヤクオンをちょっと考えるぐらい、うん、考えちゃうかな。なんでかっていうと、アルルメイヤの一浴びってね、190万とかしか出ない時がある。うん。アビしっかり振ってないと、アビ上限 50% だけだとね、ちょっとなんか、やった人だったらわかると思うけど、なんかね、200万ヒットがギリギリいけたりいけなかったりみたいな感じになっちゃうんだよね。俺正直ね、アルルメイヤクオンはね、悩んだよ。悩んだ。マジで、アルルクオンは。まあ、カイムよりも俺はアルルクオンの方が、天元だけなら、安定するって意味だったらあるかもな、とか思ったりもするね。ちょっと無事いけど。まあ、さすがにでもそこで使うかっていう悩ましさもあるからね。で、次、エウロペ推しですから、ということで。エウロペもね、いいよね。エウロペなんか最近さ、よく使うこと多いよな。結構、編成に入ってる人が多い。エウロペ、最終で強くなってお世話になってる。エウロペはね、かなり評価高い。ルシゼロでもよく使われてるよね。俺まだ水属性やってないので、ちょっとわかんないけど、もうルシゼロでめっちゃエウロペの話聞くね。リミナルメア。まあやっぱやってない人はリミナルメアはクオン捧げても全然いいかなと思います。エウロペ多いね。やっぱ結構使うからな。優秀だからな。ハーゼリーラー。ハーゼね。ハーゼもいいね。最終上限解放の4アビがあるからね。まあ、ハーゼもあり。優秀。ワムね。リミサンダル。サンダルも全員にあげてますと。アラナン。レイ。レイ？レイか？レイか！いや、わからなくもない。コスモスでよく落ちるから。まあ、やっぱね、レイは1アビ使ってると行動不能になるんだけど、一アビ使ってる最中にね、なんか、殴られちゃうから、それで落ちるみたいな話かな。まあ、レイの一アビ外してガードする手間だけどね。マジで手間だけど、レイの一アビを外してフルガードして、特殊技乗り越えた後にもう一回レイの一アビをフェディエルに使うみたいな。まあ、そういう動きをすると一応大丈夫っちゃ大丈夫だけど、まあ、体力が上がるっていうメリットを見て、レイに入れてるっていう感じかな。まあ、こういう選択肢を取ってる人もいる。フェディエル。ヨイヨイが可愛いから。フェディエルもね、かなりパワーが出るタイプのキャラで、通常時に2アビが発動とか、奥義使用時に奥義2回発動とか、まあ、ダメージが高いキャラなんで、まあ、フェディエルクオンもね、なしじゃない選択肢な気がするね。ハーゼ、ニーヤ、指輪捧げたいから、まあ、やりたいならやろう。で、ビーカーラー。リミーパー、大体の日の編成に入るから、いいね。なんか、俺のサーバーの新しい参加者だけど、いいね。将来有望。リミゼタはいいぞ。リミゼタはいいぞ。アルバ、誰だっけ。エウロペ、ユカタイルザ、ありですね。で、ユカタイルザ、多いね。まあ、ユカタイルザもやっぱ3アビで最高度をつくから、まあ、そのあたりでね、パワー自体も高いっすよ。通常攻撃がランタゲ3ヒットみたいなキャラクターは、やっぱりね、通常の火力が高いキャラなので、まあ、結構捧げてもいいかなって感じ。カイム、性能コンですと。もうこれ、カイムならアルル。でも、カイムは10賢者なのよ。カイムは10賢者なのと、あと、4アビの、赤。4アビの赤で攻撃大幅アップつくから、そこね、辛いよな。そこがやっぱいいところだよな、カイム捧げの。でも、俺、天元だけで見るならマジでアルルなんだよな。くそ、悔しい。バジラ、水剣豪で遊ぶ。まあ、バジラもありだね。結局、クオンの指輪のダメ上限アップって割合だから、まあ、バジラに捧げるってのも全然悪くない選択肢な気がするな。あとは無限とかでもね、たまにバジラ使うし、結構おすすめかな。はい。リミエウロペ、リミサンダル、フェディエル、ラジエル、10賢者、10天使、はい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 、ハイラ、コスモス、コスモスもね、いいと思うよ、これは。現状超短期編成以外全ての編成で使うから、コスモスにクオン使うメリットとしては、やっぱちょっと怖くね、コスモスってさ、HP 半分になるじゃん。HP ってさ、HP が毎回半分になっちゃうから、ワンチャン落ちるんじゃねって怖い。硬いからさ、あんま落ちないけど、コスモス。コスモスは、あんまり落ちないけど、なんかちょっとやっぱ半分になってるっていう事実が怖いから、
そこら辺でね、ちょっと、その半分の値が増えるって考えると、コスモスクオン捧げるのもね、なしじゃない気がするね。まあ、ダメージも高いしね、おすすめ。ハイラ、ガレオン、フルーティン編成でお世話になってると。うん、まあ、フルーティン編成の話をすると、主人公にクオン使いたくなるけどな。浴衣イルザ、光イルノ。まあ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 、光イルノもね、なしじゃない気がするね。こう、なんか、いい選択肢というか、まあ悪くない。なしじゃない選択肢な、こうな気はするね。パワーあるからね、ほんとに。で、バジラ、サラーサ。まあ、10点集はね、あり。リミビーラ。あ、リミビーラもね、悪くないと思います。俺も。リミビーラ、意外と使うよね。光子戦場もね、フルオートだったら特にやっぱ使うんじゃないかなって思う。リミビーラがいると、やっぱなんか、ねえ、前回の光子戦場は、クビラの3アビ、マコラか。マコラの3アビでさ、リミビーラ引っ張り出してぶん殴るみたいな動きがあったんですけど、まあそういった理由でね、結構リミビーラって使う機会が多いんだよな。やっぱ全体カバウ持ちっていうのが強いんだけど、その中でもリミビーラは、まあ奥義再発動とか、高難易度適正もできるっていうのは強い部分かなと思いますね。確かにリミビーラも古めのキャラだけど、なしじゃないかなとは思う。クリスマスアンスリア、いいっすね。最高度ついてるもんね、クリスマスアンスリア。まあ、やっぱどうしても、裏皆無、皆無が最終上限解放されて、まあ、1アビっていう意味では、クリスマスアンスリアはあんまり使わないけど、まあ、フルンティングがない場合だったら、クリスマスアンスリアって、まあ、主人公と自分に最高度をつけるから、まあ、昔は結構優秀なアタッカーとして活躍してたんで、フルンティングなし編成で使う上ではね、アンスリアはね、未だに結構、最高度を4ターンっていうのは、破格な気するね。フェディエル立長、闇言語を強化してる。まあ、この二人はね、闇キャラの中でもダメージが出やすいキャラなので、結構強いですね。あとは、あれかな、ルシゼロでもね、リッチかな、特に。なんかリッチにクオン捧げてるとちょっと違いますわ、つってる人がいたような気がするね。まあ、リッチ結構落ちちゃうんで、耐久的になんか便利だったりするらしいとは聞いた、クオン。風なる目は、リミジーク、ヒノ、はいはいはい、クオンド、はいはい、ラーちゃん、はい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 、はい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 、はい、はい、ということで、クオンの指輪を誰に使うのかっていうのはこんな感じだね。まあ個人的には、まあさっきも最初の方にも言ったけどね、やっぱ短期戦特化にするとできないことが割と明確にね、残り 1% とかができるようになるので、そういったキャラに使うのがおすすめかな。ガブいないね、ガブリエル。もうみんな使っちゃったんかな。ガブリエルとかもね、俺は好きだね。でもエウロペもね、気になってるよね。はい。まあ、やっぱ、10点集10件じゃ全員に指輪を使いたいっていう欲もある。まあ、そういう感じかな。みんなは何に使うのか、よかったらコメント欄で教えて。そら、また一緒にしよう。じゃねーん、バイバイ。